はい、皆さんどうも、毎度おなじみ、ポトマです。はい、今日もね、登録者1000人に向けて、ひたすらオリパ開封やってきますよ。皆さん、チャンネル登録、よろしゅうお願いします。はい、今回やっていくのはこちら。今回ね、オリパではないな。はい、しかも初購入のとこなんですけども、はい、てるるーさん、皆さんご存知でしょうか。はい、あのオリパショップね。はい、私バンダマもね、オリパ購入したことないんですけども、はい、今回ね、たまたまゲリララッシュ福袋っていうのをね、いきなりポーンとね、ツイッターに上がってきてですよ。はい、1万円と5万円一口ずつ、はい、販売されておりまして、バンダマ高い方、高額福袋の方を購入させていただきました。はい、大きい玉手箱の方をね、購入しちゃいましたけども、はい、まあ意外に小さいですね。はい、ということで今回は5万円ルーさんの方のね、ゲリララッシュ福袋をオープンしていきたいと思います。はい、非常に楽しみなんですけど、まずね、ルーさんで買ったことがないね、まずね、そんな買ったことない人間がいきなりゲリラのね、福袋、しかも高額な方に挑戦しちゃうっていうね、はい、非常に稀なケース生まれちゃいました。はい、ということでね、ドキドキワクワクのボックスを、中身を確認していきたいと思います。いざオープン、ザウィンドウ。これリボンね、リボン、ちょっとリボン、あ、でもリボンはちゃいます。うわ、すごいよ、これは、ほんまに。もう真っ黒、黒つけよ、ほんまに。真っ黒よ。あ、ちょっと傾けてたんじゃないか。まあ、多分ね、ゲリララッシュ福袋はね、ラッシュ系の、カードが、ほとんどの構成で忍んでるんじゃないでしょうか。とか、すごいよ、これ。ほんまに真っ黒好きだよね。真っ黒。封筒も真っ黒。うわぁ、もう鏡に映っちゃう。真っ黒だけど映っちゃう。うわぁ、かっこいい。これ何これ、このタグ、このロゴ、やべぇ。テルさん、かっこよすぎます。行き切ったな、ということだ。ということで、ちょっと待って。もう、中に、なんか入っちゃってる。なんかにある。真っ黒な、もふもふ、のみつ。積まれておりました。これだけで5万円ですわ。これだけで5万円みたいですわ。え、待って、おまけって書いてあるの？ん？おまけって、おまけもあるよみたいな。はい、まあちょっとね、非常に、まあ緊張してるんですけども、手汗はまあ気にせず、中身の方をね、見ていきたいと思います。ゲリララッシュ。はい。1万円の方はね、どんなんやったんかな。まあ、でもね、内容が少し、書かれておりましてですね、内容が、はい。5万円の、福袋の方には、ラッシュ御三家入ってますよって。ラッシュ御三家って言ったらもちろん、そう、あれですね、ブルーアイズ、レッドアイズ、ブラックマジシャン。はい。そこら辺が入ってると。あとは内緒ですって書いてますんで、そう。その内緒の方をね、期待しちゃうよって感じですね。はい、まずは、お、演出もありますね。1番、はい、1番開けてみましょう。ペルさん、どんな作ったん。いやー、気になります。この枕の封筒から一体何が生まれるのか。レッドアイズね、はい、おなじみです。はい、ボケはそのぐらいにしときまして、レッドアイズのええな、これスリーブ。はい、いきますよ。はい、いきます。せーの、バド。おー、レッドアイズやんけ。やっぱりレッドアイズやんけ。で、まあ御三家が入ってるということで、まあここはまあね、固定でね、はい、見ていきます。2番はまあだんだん高くレートが上がってくるっていう感じかなと思いますけども、さあね。もう言わないよ、言わないけど、はい、言わへんけども、はい、ブラックマジシャンのスリーブです。で、登場はもちろんブラマジング。ブラマジング、これいつ開けるの、相当俺ね、大変だったよ、うん、ほんまに。第2弾、ラッシュの第2弾は相当俺厳しい戦いになった。でもまあゲットしたけどな。よし、3番、いきますよ。3番、
5万円です。5万円の福袋ですから。はい。うん。まあ。ナッシュのブルーアイじゃな。はい。ということは、すごいね。やっぱ作ってくるね。ちゃんと入れ込んどる。はい。いきます。せーの。ほいよ。ご三家揃いました。いやー揃ったラッシュのご三家、やべえかっこいい。もうこれだけでもすげえな。これだけでも、ものすごい強み、圧を感じますけども、5万円ですから。これだけだと一応2万、簡単に計算して2万もいかない。まあ売り値だと2万ぐらいか。買い取りだと18,000円、7,000円ぐらい。ここも11,000、2,000円ぐらい。1万4,500、4,000、5,000とか言ってでも、まあ、3万5,000円から4万にかけてなのかな。3万5,000円から4万にかけてのレートになってるかなと思います。3枚だとね。さあ、おまけの方見ていきたいと思います。おまけって書いてますね、これね。はい、おまけ2枚かな、2枚入ってくれてますね。釣り部はブルーアイズ2枚ラッシュのブルーアイズ、これもラッシュですね。ラッシュカード2枚入ってますね。はい。さあ、もうラッシュだけで構成されたこの福袋、一体おまけは何になっているのか。1枚目はどっちから見てく？ちょっと待ってよ。どっちから見てく？みんな。どっちが気になる？まあ、どっちも気になるけどね。予想は全然つかない。いきます。じゃあ、こっちが行こうか。はい。このブルーアイズから。せーの。光り輝く！ほんまにブルーアイズ？マジ？嘘でしょ？ブルーアイズ2枚？恐ろしい！テルさん、恐ろしいってそれは。ルーさん、テルーさん、恐ろしいっすそれは。やばい！仕上げてきたね！じゃあこっち決めましょうか。いきますよ。最後は一体。こっちが最後やったんかな、もしかしたら。せーの、呪文間違えた。うっそーうっそーうっそうっそ、衝撃の彼方。はい、皆さん、今回、いかしたのは、いか、もう行き切ってましたね、これはね。行き切ってますね。ブルーアイズ、アルティメットドラゴンみたいな感じ。やば、3枚のラッシュレアのブルーアイズが。危なくないこれは。18,000、2万ぐらいで、6万円でもこれで、もうこれだけであと取っとる。こっちおまけじゃないでしょみたいな時こっちがおまけで入ってんだな。まだどこ、こっち、この2枚おまけ、やばやばくないこれ、やばくないこれが5万円ですよ。5万円のルーさんの本気見せてもらいました。初めて買いましたけどね。はい。これはリピートしたいと思います。ルーさん、ありがとうございます。今回はもう勝ち切ってましたけど、いずれね、この恩は、返させていただきますね。はい、ということで締めくくりたいと思います。はい、ではどうでしたでしょうか。まあ、まだ買ってないね、ルーさん、オリパ、皆さんも買ってみてはいかがでしょうか。買ってない方はね、はい、私もまだ、これしか初の、ルーさんオリパでしたけども、オリパっていうか福袋でしたけども、はい、いずれオリパも購入したいと思いますので、皆さんにまたお見せできたらと思います。はい、ではまた次回土曜日曜のバンダマンをよろしくお願いいたします。よー、ご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録よろしくお願いします。